ってないんだよなークリスタル買ってるにアジムステップの無限湧きポイントって革命じゃない今枠くわえ無限じゃんしかも採掘園芸両方みたいな激アツすぎ買ってるやつおるさすがにいませんえライトニングクリスタル無料これも IL65060 装備も黄金来たらすぐ腐りますかね一応頑張って交換してるんですけどいやなんと IL65060 の新曲装備は、なんと95ぐらいまでは、通年のお話で言えば腐りません。毎回、レベリング的には、何十五の ID。例えば、装填だと、ドラゴンズエアリーぐらいまでは、私学装備は通用するし、まあ、他の装備もずっとそうだったから、まあ、今回は変わったっていう可能性がなければ、まあ、言うって、57とか。 何十7の ID まではその今の新曲装備を集めておいたらうまくいくよっていう仕様だったと思うので今まではねなので集めておいて損はないと思いますそうレベリングだけなら普通にタンク以外はタンクはねちょっと硬さの問題もあるから何十7とかになるとちょっときつくなるけどヒーラーとか DPS とかなら装備更新いらないかなよかったです頑張ってタレー回します頑張りましょう皆さんで リテイナーの装備はいいものに揃えたら黄金で採取数は増えますか増えると思う。俺の記憶が確かなら、俺の記憶が確かならまだ増えると思う。わかんない。前回の使い回しだったらあれかもしれないけど。今だったら、全部が50取れる個数だったら、悪くない場所にはなるんじゃないかなとは思うけどな。まあ、ギャザラーが技術4100いくら超えてたら、採取数が上がるんだけど。 なんか、そんなにガツンと増えたような気はしないので、確定とは言えないけど、あれば、まあ、取れるんじゃないかなって思う。実際はわかんないよ。まあ、そういえば、思い出した。マシュマロが、届いておりまして。えーっと、あ、忙しい。マシュマロ難しい。このマシュマロにマジで悩んだ。みんなの意見を借りようと思って、はじめまして、いつも拝見しております。 クリスタルを聖戦ではなく、ながら作業。十二神の加護、大地の恵みをュアごとに使用で掘りたいのですが、3ポイント以上あって回りやすいおすすめの場所はありませんでしょうかわがままですが、ウィンドクリスタルの場所以外で、えー、おすすめありましたら教えてください。よろしくお願いします。やってないんだよな、俺そこまで。ないのかな、みんな。ウィンドクリスタル以外のクリスタルって掘ってる掘ってないんだよな、クリスタル。買ってる。もう、買って転売する側なんだよな。 それこそ、クリスタルはリテイナーに任せちゃうよ。アジムステップの何アジムステップの無限湧きポイントって。え何それえ、どこ無限掘りポイント。明けの曲座近く。んな。もう、格好のネタになっちゃうって。あ、ここらへんか。要は、ここか。ここえ、ここすごいないあ、ここライトニングクリスタルじゃん。ここなんかさ、 革命じゃない今ここで掘ってでここ掘り終わった時に下が湧いたら紙分け分け湧くわここですえここえ無限じゃん25の20ここです皆さん来てくださいこここういうのいっぱいあるんだやっぱ頼るべきはインタント集合地だなえでもさすがにこの距離は許してくれるでしょ質問者さんも。 これで遠いだったら俺も本当に泣きながら訴えるけどねでこうやって周回するってことでしょえ、用あるんだねえ、他ないの他でも安いところは絶対理由があるよななんでああいうのができるんだろうねあ、なるほどだから普通の採掘プラスお得意様ワンポイントが近いんだその場所がへぁーだから3つでも回りますよみたいな本当はもうちょっと遠いんだ お得意様でギャザラーがあるところが、だからラケティカとかワンある。ラケティカ周回できるポイントってあった気がする。ちょっと見に行こう、後で。さあ、ちょっと確認しに行くか。漆黒ラケティカの、えー、キキルン来リクエストで取れるのがあるはずなんだよねえ。なんかここら辺にあった気がする。あー、ここはここどうここ鬼ポイントじゃないこれはここウィンドクリスターか。 いやわかんないマシュマロ主さんが、ここのウィンドクリスタルを無限に周回してる可能性はある。ラケティカの30、11。30、12か。でもう一個多分あると思うんだよな、こういうところが。なんか、俺の記憶だと、ここら辺にもクエストがあった気がする。ほら、あった。あ、ウィンドクリスタルだ。ウィンドクリスタル界隈さんじゃないあれ、オミクロンってさ、採集あったっけあるか。ないことはないか。え、ないわ、そうだ。 そうだ、オミクロンは、なんか別の場所行って採取するんだった。オミクロンはなしかじゃあ。一旦アジムステップ戻る。アジムステップまだいっぱいあった気がするんだよな。近し,かしい,いところが。なんかここら辺にあった気がする。俺の記憶が確かなら。しかも採掘園芸両方みたいな。うわ、ここ来た。これ界隈これ何界隈これ。え、ここ熱っえ、激ツ界隈来た。ここライトニングクリスタルの激ツ界隈。え、こっちの方が熱いな。 11の14。え、ここ、え激熱すぎえ、こ、えー、ここ熱すぎえ、ここライトニングクリスタル界隈じゃないえ、ここ熱、試すか。さすがに。そんなうまい話があるわけない。で、オートランマケロちょっときつそうだね、でも。え、これでもきつそうだぞ。なんか岩場があるからさ。これで復活したら界隈です。 いやするんだよえー、激アツすぎこれにはマシュマロ主もびっくりこんな界い存在するんですかでオートランマクロ使うならあれかこっちかオートランマクロ使うならこっちだと思う俺マクがあったっけなオートランマクロうわないちょっとオートランマクロちょ今からちょっと探してくるわオートランマクロえオートランこれか えっと、えー、ゲームエイトさんからお借りしました。で、これを、適当なとこ置いとくでしょ。あとあとはカメラ回すだけ。楽ちんえ、すごいこの界隈。え、神か。こうやってもう、だからみんなのコメント見つつ。で、終わったなと思ったら、これちょっと回して、こう。え、すごいえ、ライトニングクリスタル無料これも買ってるやつ、おるさすがにいません 掘ってなないんだよなぁクリスタル買ってる買って転売する側なんだよなぁそれこそクリスタルはリテイナーに任せちゃうよさすがにライトニングクリスタルこんな簡単取れるのにいませんライトニングクリスタル買ってるやつこれ最適解ですえマジでいいなぁまだ雷シャードで悩んでるんですかっていう人にでもこれ送ってくれた丸主に感謝だな基本はでもこの3つあるやつはこの蓋つ 箇所だけなのかなギャザラーの有効部族クエストに付随する形で3つ箇所があるみたいな。でアジムステップは雷しか落ちなくてラケティカの森林は風しか落ちないってことなのかな本当に俺は知識がないからさ適当なことしか言えないけど。